髪切ろうかな今日。おー来た、おー来た。これできることそんなないと思うんで、楽しんで絶対勝ちたいと思います。もう第一目標はもうチームが勝つことなんで、それとあとはまあ自分が出たらしっかり自分のプレーを出して、でまあ点に絡みたいです。頑張りましょう。お願いします。お願いします。お疲れ様でした。頑張れ。頑張ろうぜ。芝はめちゃくちゃいいし、なんか日本っぽくないスタジアムの雰囲気感じてて、まあここでまた明日お客さん入ったらまた雰囲気違ってもっとモチベーションも上がるから楽しみにしてます。明日楽しみましょう。頑張ります。お願いします。幸せですね、こんなスタジアムで。おーし、いよいよ明日っすね。頑張りましょう。やってやりましょう。はい、よし。ゃあお願いします。ごさん、いよいよ。いいです。まだね、僕がいや、来ないんかい。やるよ。よっしゃイメトレ、イメ前回のイメトレ。あんま良くないから。じゃあ勝ったキヤラさん。それです。いやもうあの悔いのない、東京らしいアグレッシブなサッカー、まあそういう試合展開に、なればというふうに。ごめんなさい、練習前に。こんなに饒舌に喋ってたの？いやいや、僕だけじゃないんですよ、なんか。3人ぐらい。ケンタさん喋ってたの？はい。初めてですよ。すごいっすよ。これだよ、俺。これだよ。よろしくお願いします。ありがとうございます。僕らは、届けます。はい、じゃあ真ん中お願いします。もう一枚です。あ、そうそう、あのそう、そんな感じでお願いします。ありがとうございます。行きます。新しい落とさないようにお願いします。はい、行きます。楽
もう一枚でーす。結構演技演技演技。そう、もうちょっと欲しいです。そう。ありがとうございます。あれ可愛い。これ掛け違えちゃう、見えなくなっちゃう。ないか。違う。あ、そういうもの。そうそう、これでいけるんですよ。そうですね、いい守備からいい攻撃につなげていきたいんで、まあ、本当さっきも言ってもらいましたけど、一生懸命追っかけてボール引っ掛けていい攻撃につなげていきたいですね。能力っていうのは全て持ってるなと思って、一時期苦しい時期があったように見えましたけど、またこの結構ふわふわしてるなと思って、長友選手FC 東京、やっぱり堅守速攻っていうのが一つ、武器なので、まあそういった意味で 1-0 っていう、しっかり守ってでチャンスを決めて勝ちたいなと思います。